まあ普通暴走族思春期にみんな荒れてくると大体まあそういうふうに悪くなったりもするんですけども、でそんな彼らも大概もう二十歳前には多分そこからもう足を洗って、まあ言ったらまあ引退という形で違う働きに行ったりとかするようになるんですけども、もしその総長が70歳まで続けたらどうなるだろうかというのが想定なんですね。でその設定でじゃあどういうふうに面白くなるかっていうドキュメンタリーなんですよ。70歳になってまでカリスマ性がある素人さんっていうのがすごい難しく、そのオーディションが大変だったんですよね。まあ喫茶店でのその総長が入ってきてからのとこも面白いんですけども、やはり一番最後の方に入ってる、パトカーが出てくるシーンがあるんですけども、そのパトカーが出てきてからの中での、のみさんのシーンがこれほぼ5分ぐらいあると思うんですけど、これは見ものですね。なかなかパワー炸裂で見たことない人たちはまあびっくりすると思いますけどね。それだけでも価値があると思うんですけどね。出てくれてる方が元本物の暴走族の方なんで、もう本当に怖くて、その彼らにやっぱ台本見せちゃうと、あ、こういうことかと思って、もう顔が緩んじゃうんで台本見せないんですよね。で当日行ってこういう設定ですって大まかなことをしゃべって、で演じてもらうので、それがねやっぱり一個一個大変でしたね。で向こうの緊張感もありますから、あれが失ってまうとドキュメンタリーとしての色がなくなっちゃうんで、できるだけそれを保ってもらって、僕らがあんまりこうやっぱり緊張感なくなってくるじゃない、喋って長くなると。だからそれぐらいにいてもらわなあかんのが大変でしたけどね。僕ほぼ自分がやるものには板尾さん出ていただいてるんですけど、まあやっぱし板尾さんの力っていうのは僕はやっぱし芸人さんの中でもトップやなと思うぐらいすごい演技しはるんですよね。で板尾さんしかできない演技があるので、でもう最初から出ていただくことは板尾さんにお願いしてて、板尾さんも一発 OK でナビゲーターという形で出てもらうんですけども、でもやっぱそれだけでも全然存在感があって、板尾さんが言うことですごく光るし、すごい良かったですね。本当はもうちょっとね、本編の中に板尾さんがもっともっと出てくれたらいいんですけど、やっぱりそれでも全然ナビゲーターとしてはすごい面白いんで、それも楽しみだと思いますけどね。やっぱりね、あの人どんどんそう思いません？違和感がものすごくあるでしょ、どこいても。でもあの人は決して自分で出そうとは絶対思ってないんですよ。それを消そうとしてるんですけど、でも出ちゃってるんですよね。もう出ちゃってるっていうのがもうしょうがない表現ですけど、漏れちゃってるんですよね、板尾ミステリアスがすごくね。だから周りがやっぱしね、何もしなくてもすっと板尾さんの方を気にするし、板尾さんの目線をふっと気になるんですよね。原田芳雄さんがこんな普通のやつ見たことない、普通の演技するやつ見たことないって言ったぐらいなんですよ。だからあの人消そう消そうとしてるんですよね。その違和感がね、僕はやっぱり好きでね、今後も多分僕なんかやるもの必ず出てもらうでしょうね、板尾さんには。だからナビゲーターはすごい板尾さんで良かったと思うんですよね。その違和感というか、あ、どう見るのかなっていうのが板尾さんですごい分かるというかね。やっぱりその役者の方とは違うリアルな笑いが生まれたりとか、それはもうすごく僕もびっくりするようなところがあったんですけども、かといってそれだけではやっぱりなくて、そのドキュメンタリーなんてセリフを決めてしまうと、素人の人がセリフをしゃべるとそんだけ臭いことないじゃないですか。だからこういかに自分の言葉にしてもらうかかなと思ってて、でそれを本当の台本の言葉を言ってもらわなくちゃいけないものと、やっぱりそれじゃなくてもそのキャラクターになりきってその人の言葉に変えてもらうものとの、その微妙な味付けでどんどんストーリーは変わってしまうので、ちょっと臭かったらもうダメだし、でも後半は面白くするためにはある程度臭い方が面白いかとか、いろんなことがあるので、その辺のね、さじ加減が難しかったですね。後半になるとなるほど、リアルなドキュメンタリーと笑いの配分をどうしていったらいいのかっていうのが非常にね、素人の方なんで難しいんですよね。これがプロだったら、芸人さんだったりとかすると、それをちゃんと分かって演技してくるんで、笑いの作り方がうまいんで、後半になるほどだん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 上げていけると思うんですけど、やっぱ素人の人っていうのは難しいとこもありますよね。だから僕の中ではすごい勉強になりましたよ、作り方としては。
テレビでいろんなお笑いあるんですけど、テレビではできないお笑いに仕上がってると思うんで、それがまあ入り口がドキュメンタリーなので、非常にこう温度が低く始まって、いつ始まんねやと思う人も見てるかもしれませんけども、それ我慢して見ていくと後半にはきっとこう面白い瞬間がどんどん出てくるので、まああの富士山登山みたいなもんですよね。辛いけど長い間登っていくと最後のご来光がもうとんでもなく楽しかったり感動したりするように、これもなんとなくそのドキュメンタリー杯というだけあって、ドキュメンタリーをずっと見ていくとどっかでピークを迎えるので、そのピークまで頑張って見てもらうと必ず面白い瞬間があるので、そこまで頑張ってもらうと、そう見たら必ず素晴らしいご来光が見えるので待ってくださいということですね。テレビではできないことなんで、それを楽しんでもらえたらなと思いますけど。